こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。Amazon セラーアカウント登録。そのオーストラリアの販売講座のセラーアカウント解説トラブル事例。まあ、事例というかね、この項目でこういう点に気をつけなきゃいけないというようなのをね、まず一通り流れとともに説明します。あとは進めながら確認してね、進めていってください。 これ、まあすでにアカウントを持ってるね、会員さんにも言えることなんですけど、この Amazon のセラーアカウントというのは、ほとんどの人が意識しているものより非常に重要な役立つものです。まあ何しろね、もう簡単に月100万以上の売り上げが上げられる。まあ1000万とかね、言、えー、うぐらいの月1000万ぐらいの売り上げでもそれほど大変じゃないと。まあ、この同じ規模のショップを持つ、あるいは店を持つといったらね、 まあ、とんでもないお金がかかります。まあ、ただ、今このタイミングで Amazon があるからこそ、まあ、簡単にね、えー、今の、まあ、本業、あるいは会社勤めの給料以上に稼げるというチャンスのチャンスに、えー、巡り合えているわけですから、まあ、Amazon のシェラー館と、まあ、慎重に作って大切に運営してください。なかなかこれ抜きで、ね、同じだけ稼ごうというとね、えー、日本に住んだり限りは相当厳しいというか無理と。 いいうケースが多いです物価の安い日本に住んでいて、オーストラリアに輸出する、あるいはね、今後アマゾンの口座が、まあ、販売してね、えー、儲かる国にまた新設されていくと思いますけど、そういうところに出すからこそ、えー、どんどん稼げるというね、非常に本当にいいタイミングで私たちはこのアマゾン輸出に取り組んでますんで、くれぐれもいい加減に口座を作って作れなくなっちゃうとかね、せっかく作った口座をね、おろそかにして、えー、もう販売できなくなっちゃうと。 いいうことがないようにしてください、まあ、それでは、まず、はじめの解説の段階でね、えー、今回マニュアルを購入した会員さんからね結構質問があるんで、一つ一つちょっと項目だけねお答えしていってで、えー、個別の質問に答えながらマニュアルを、えー、アップデートしていきます。まず、オーストラリアの銀行口座解説、ね。これがないと話にならないです。ね、売り上げを受け取れないと。 でこれを用意しないと、セラーアカウント、ね、登録しても、えー、販売できないの、ね、で、まずこのオーストラリア銀行口座を開設しますで。いくつかあるオーストラリア銀行口座解説サービスの中からどのサービスを選べばよいか。ね、これぶっちゃけ、えー、それほど、ね、慎重に悩む必要はないです。なぜなら後からでも変更できますし、複数作ることも可能です。まあ、ただね、一、え、人、ー、一人に合わせてどれがいいというのをね、 こういう人はこういうケースという形で今ならお答えしてますのでご確認くださいで。2番目、登録に使用するメールアドレス。この辺から慎重にいってください。過去、Amazon で利用してね、トラブルがあった。あるいは、これね、結構盲点なんですけど、トラブルなかったけどね、作ったアカウント削除して、同じメールアドレスで作ろうとすると。これ NG です。削除してまた作るというのはかなり怪しい行為なんでね、 過去にオーストラリアアマゾン、あるいはオーストラリアアマゾンじゃなくてアマゾンの口座を作ったメールアドレスは、どういう状態で今アマゾンアカウントを持っているのか、あるいは、ね、閉じたのか、まあ、その辺も聞かせていただいて、メールアドレスを何を使うかを選んでください。この辺から適当にやっちゃうと泥、ね、の上にはまります。そして、オーストラリアのセラーアカウント解説と。これ何しろこれから何千万も稼ぐアカウント解説です。 何千万というかね、会社の中ではもう売り上げすでに累計1億超えてる人もいます。まあ、こんな言い方したらなんですけど、大した会社じゃなくたって会社入るときはね、一応きちんと履歴書書いて面,面接受けてると思いますんで、そのね、普通の会社よりはるかに役に立つ、儲かる講座ですから、本当に慎重に入社試験だと思って慎重に真剣に入力してください。 これね、書類の提出とか入力とかいい加減にしたりとか、わけのわかんない質問の電話をかけてね、講座作れなくなっちゃった人がいます。ね、そんなもったいないことはないように、新、えー、入社試験だと思って慎重に真剣に入力してください。ち、ね、く一私確認して進めていただくのがいいです。それから本人確認、ID 書類と、ね。これあの、こういう書類が必要ですというのを書いてあってね、それを読み取れないというのはね、 え、これアマゾン側としては、これ大丈夫かいなと。いうか、ダメだなの、この人と。いうふうに見られますんでね。え、間違えた提出を何度も、間違えた書類を何度も提出するとかいうのはまずいです。ですんで、え、私の方に、この書類でいいでしょうか、ということをね、進めながら、これも進めてください。そして、え、クレジットカード。ね、これ必要です。使えるはずなのに利用できないカードがあります。ね。え、どんなカードを持ってるか。ね、これ1枚しかないですが。かなり危険です。 カードは何枚かないと売り上げ受け取れなくなったり販売できなくなったりしますので、クレジットカードいくつか用意してください。それから、電話番号。電話確認等で必要です。そして、ヤ号と。結構ね、ヤ号とか悩んじゃう人いるんですけど、ヤ号これ適当でいいです。後から変更もできますし、皆さんが思っているほどヤ号って重要じゃないです。これらを一つ一つ確認しながら、 え、a z o n アカウントを作ってきます。え、セラーアカウント。入社試験だと思って、きちんと Amazon の要求する書類を提出して、え、無事、セラーの仲間入りをしてください。またね、質問のあった項目とあれば、それを掘り下げてきます。質問なければ、逆にアカウント登録後の商品選びとかそういうのを優先して先にね、マニュアル改定してきますんで、え、質問確認事項ありましたら、お気軽に。 えー、どしどしご質問、ご確認の連絡をお待ちしています。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。